これで収益化できるかっていうところが一番最大の悩みですね、うん、それをそれぞれやっていけば、うん、新山城だけじゃなくて他のところからのアクセスで新山城に引っ張ってこれるんで、うん、新山城といえば高丸って言われるぐらいまでこれはぜひやってほしいし今回のブログ相談には高丸さんに来ていただきました。 ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。犬山城マイストア高丸です。よろしくお願いします。じゃあとりあえず最初に、はい、簡単な自己紹介と、はい、まあどんなことやってて、まあどんなことで悩んでるのかあれば教えてください。うん、はい、えっ、ー、と愛知県犬山市に国宝犬山城っていうのがあるんですけど、うん、まあそれにぎゅっと特化した、うんえー、情報発信をしてます。はい。まあ普段はサラリーマンなんですけど、あ、そうなんですね。肩割やってる感じです。で、 ウェブサイト、それから YouTube、えー、Twitter、はい、Facebook、Instagram、まあ、その辺もろもろやって情報発信をしているっていうところです。はい、なるほど。はい。なんか、いつぐらいからやってるんですかこのえっとね、高丸としてやりだしたのが2016年なんで、4年、ちょうど4年前。なんか、それを情報発信しようと思ったきっかけあるんですか、うん、あの例えば、 姫路城とか松本城とかのウェブサイトを見るとはい、はい、結構情報がしっかり載ってるんですよ、ねはい、なんだけど犬山城は、うん、まあちょっと表面的なとて言ったらあれですけど、はい、まあ通りっぺんのことはあるけど、うん、深い情報がなくてで自分がいろいろ調べようと思ってもなかなか出てこなかったんでじゃあ自分でやろうかっていう、はい、なるほど犬山城って人気あるんですかありますよ 年間六十万人ぐらいえすごいですね来ますじゃあこのブログとかをやってるじゃないですか、はい、犬山城の、はい、それも見に来る、うん、そのブログを読みに来る方は、うん、犬山城についてもっと詳しく知りたい、うん、みたいな目的で見に来る感じですかそうですね犬山に遊びに来るっていうよりかはお城をもう少しあのお城が好きで犬山城に来るっていう方、うん をこうターゲットになるほど。これね、うん、僕、別にお城について全然詳しくないんですけど、うん、例えば、そのさっきの話で、姫路城とかは、すごい詳しい情報が載ってるっていう話だったじゃないですか。お城についての詳しい情報って、何なんですか、はい、<laughs> 何があるんですか例えば、はい、うんと天守ってこう 建物がありますよね、うん、あれの形とかが違ったりとか<ー>装飾が違ったりとかあと石垣とか堀とかそういうところふ、まあ、普段は多分一般の方はさーっと素通りするようなことがはい、はい、歴史ファンとかお城好きは結構注目するところがあるのでなちなみに何かあるんですかえっとねこれお城のお城のこと好きな人には響くんですけど。 僕には響かないか。いや、わかんない、分かんない。かんないけど。<laughs> いや、<laughs> <の> <laughs> ちなみに。はい。天守ってこの建物の形がめちゃめちゃ教科書的なんですよ。<ー>他のところが真似したくなるような、そういう形をしている。はい、姫路城とかって真似されないじゃないですか。はい。でかすぎて真似されないんですけど、はい、程よくサイズ的にも。うん、<で>なるほど。形的にも程よくって感じで、 結構真似されるので、まあ、そういったところが特徴だったりして、うん、あとは一応日本最古のと言われていますなるほどちょっと定かではないんだけど本当はそう諸説, <laughs> 諸説あるけどそうそう一応最古と言ってます、ね、なるほど、うん、で今後これはどうしていく予定なんですか私こういう情報発信もしながら、はい、あのガイドもやったりするんですねはい、はいはい あのツアーを、まあ、自分で企画して、うんはい、で参加者募ってぐるっと回ったりとかしてるんですけど、はいまあ、そういったガイドもやりつつ、まあ、このブログもちょっとやりつつって感じで、はい、最初はこうただ情報発信をするっていう感じで日記みたいな感じでスタートしたんですけどやっぱりちゃんとした読み物としてやっていこうと思ってそれが2年ぐらい前から。はいはい 読み物として、うん、あの成立するように情報をしっかりと書くっていうふうに変わってきて、はい、でそれと同時にちょっと自分のそのまあ高まるって何者っていうところがあるのでその辺のちょっとこう信頼なんかもこう得つつ犬、はいはい、山でも知名度もちょっと得つつって感じで最近ずっとこう来てるのでここから やっとこう,こう収益っていうところにうん、うん、持っていきたいなとは思ってるんです、はい、ただこれで収益化できるかっていうところが一番最大の悩みですね、うん、今の収益化のポイントはちなみに一番はやっぱりツアーとかにこう来てもらうこと、はい、なのでこのサイトを見てであツアーちょっと参加してみたいなとかっていうのをガイドの申し込みとかをもっと 増なるほど。なんだろう、でもやっぱりこういう話を聞いてる限りは、すすごいい面白いと思うんですよねうん、うん、なかなかこういう犬山城とかに特化したブログをやってる人、うんうん、その情報発信してる人っていうのは少ないから、面白いと思うけど、うん、やっぱりその言ってる収益化っていうことを考えると、すごく難しいよなと思いますね。うんうんうん 純粋にじゃあアフィリエイトで何か商品を紹介すると言っても、うん、じゃあ売れる商品って何なんだろうみたいな。うん、そうですね。で、まあ物販みたいな、何か商品を売るって言っても、犬山城となんかこう相性がいいのって、おそらくなかなかなくて。うん、で、じゃあ旅行の申し込みとかって言っても、なくはないけど、でもおそらくそこまで収益にはならないだろうなとは思うんですよね。そうですね。 おっしゃる通りです、うん、だから収益化は確かに大変こうやって聞いてる時点でも、うん、いやこれどうやって自分が収益化するって考えた時にどう収益化していこうかなというのは本当にありますね、まあ、でもそう考えるとやっぱりガイドとかっていうのは一番現実的なラインかなとそうですまあ犬山城以外のガイドとかっていうのも、うん で,できるかできないかわからないですけど、そういうのもパッケージとしてある方がいいかなと思います、ね。うんうん、今って、犬山城に来る人、犬山城に興味がある人しか、なかなかガイドとしてできないですけど、うんうん、例えばそういうのがパッケージになってると、わ、うん、かんないですけど、他の観光地のガイドをして、そこのツアーの中に犬山城をも組み込んでしまえば、そこのつ、うん、そこの観光地にも行きたいっていう人を、 犬山<で>、うん、城の方に連れてくるっていうこともできると思うのでまあその単純にリーチできる数は広がるのかなとは思いますよね。なるほど犬山城に来る人を増やすっていうのはこれはなかなかうん,んか現実的じゃないどうしてもその本当にそれこそどこかでテレビで取り上げてもらうとか大河、うん、ドラマでとかって、ね、なんか他の人任せになってしまうのでなかなかしんどいんじゃないかなとは思いますね。そうですねうん 僕がですけど、じゃあ犬山城に行くってなったときに、うん、なかなかやっぱりガイドを頼むっていう発想が僕はないので、まあ難しいところかもしれないですけど、でじゃあ例えばガイドを頼むと、どんなことを教えてくれるんだろうとか、どんなメリットがあるんだろうっていうのは、すごい、えっと、気になることかなと思います。ガイドつけずに回るのと、ガイドつけて回るので、例えばね、その面白さとか、 楽しみっていうのがかなり変わるのかっていうのはあるのでそういうのはなんか分かりやすくあるといいかなと思います、ね、そうですね、うん、なかなか難しいでしょううん確かに難しいまあもともと悩んでますこれその収益化っていうところをなんだろうゴールにしてこれを選んでるわけじゃないですもんねそうそう最初はそうまさにまさに本当にそこですよね収益化っていうところを考えるならやっぱりこういう ね、選び方って多分しない、ね、しないですね。<laughs> まあでもだからこそこういう面白いものができるのかなと思うので、うんうん、なんかショップとかもあるんですね。そうあの、自分でグッズ作って、もともと商品開発とかやってるんで、なるほど。もう自分で稲浜町の,方あのグッズとか、はい、ポストカードとか、そうい作って、はい、まあ販売を片手間にやっています。 あのあれですそうやってツアーに来てくれた人が大体買ってくれるっていう感じで、うん、ああなるほど、うん、何が売れるんですかこのショップでは一番はこの紙クリップですねへえ<ー>、うん、これなかなか他でもないと思います紙クリップ自体はあると思うんですけど、はい、お城にの関係の形かたどったやつは多分ないと思うのでこれはみんなかわいいかわいいって言って買ってもらいますなるほど 質問してももいいですかもちろんですあのこ犬山城の、はい、を楽しむためのウェブサイトってやってるんですけど、はい、お城の基礎的なことも絶対出てくるんですよ。はい、でお城の基礎的なことも記事バーって書いてて、はい、でそれがどのぐらいかな数えてないですけど100本ぐらいあって、うん、で 犬山城だけじゃなくて他のお城のこともちょっと書いたりとかしてて、うん、それも結構あったりとかしてですよおーかなり多いでまあまとめ記事作ってまとめたりとか、はい、いろいろ工夫はしてるんですけどその辺のところがこごちゃってなっちゃってるんで犬山城を楽しむためのウェブサイトと言いながら、はい、いろんな城のこととか基礎とかも出てきちゃってるんでそこを 分けた方がいいのかなっていうのをちょっっと思てほん当純粋に犬山城のことだけっていうのとそのお城の基礎みたいなことに分けちゃった方がいいのかなっていうのはちょっと思ってるんですけどまあ単純に別の他のお城の、うん、例えば紹介っていうのはまああってダメなわけではないですけど、うん、それが多くなりすぎるとまあ確かに犬山城を楽しむためのウェブサイトだけど。 別のやつがガンガン出てきてしまうと、うんうん、まあちょっとずれるよなっていうのはあります。うんうん、そうですよね。で、うん、僕だったら、そういうのを書くんだったら、単純に、例えば、姫路城の特徴とか、うん、そういうのを書くよりも、やっぱり、比較として見たいので、姫路城と犬山城を比較して、姫路城は本なんだけど、犬山城は本なんだよ、みたいなのをやってあげるかなと思いますね。うん、なるほど。 そのパターンだと何がいいかって、うん、まあもちろんコンテンツとして面白いと思うんですよ。うんうん、知らない人でも、例えば、まあ、天守閣とかの比較でも、あこんなふうにこんなに違うんだっていうのが分かって、その、なんだろう、エンタメ性として面白いっていうのも一個あるし、はい、もう一つはだから、姫路城のことを知りたいっていう人にも犬山城の話をできるので、うん、そこから、あじゃあ今度犬山城行ってみようっていう人を引っ張ってこれるんじゃないかなと思うんですよ。 まあそのね日本百名城で百あるっていうことですよね。うん、そ,それをそれぞれやっていけば、うん、新山城だけじゃなくて他のところからのアクセスで新山城にも引っ張ってこれるんで、うん、かなり新山城っていうところのまあ認知というかね面白さを広げることはできるんじゃないかなと思います、ね。そっかそっかそれ面白そうですね。うんうん。いかなりなかなかないと思うんですよね。うん、ないですね。そこまでの比較をしている。うん、特に まあ本当に犬山城マイスターですよね。そこまでやったら。ね、全部のお城と犬山城を比較してこんなに違いますっていうのをやったら、めちゃくちゃ面白いと思いますよね。それは。いいかなと思いますね。これはぜひやってほしいし、見たいですね。<laughs> 結構大変ですよ。<laughs> <laughs> 大変ですね。めちゃくちゃ大変ですよね。いや、でも大丈夫。500記事も書いてる人はな。<laughs> いけます。いや、その500記事書くエネルギーを、 違うことにしたらもっと収益ボンと上がるんじゃないのって単純に思っちゃうんですよね。あまあな,、うん、なくはないですけどいいで,す、ね、でもやっぱり好きなものだからと500記事かけてるっていうのは、ね、確かにそれは思うんですよ、うん。それはありますね。そうそうあのドメインパワーっていうのがちょっとわからなかったんですけど、はい、で中井さんのやつを何回も何回も何回も見て、はい、なんかそういうのは結構やりやすいブログなのかなとは思いますよね。すごいコンセプトがもうしっかりしてるというか尖ってるので。うん なんかそこでんとだから例えば、まあ、それこそ他のブログからリンクしてもらえるような記事っていうのも、うん、僕は結構書きやすいんじゃないかなと思うんですよね。うんうん、そういうコンテンツを用意するっていうところは大事かな。まあ寄稿するっていうのはもちろん一つだしそういう他のところに引用してもらいやすいような、うん、まあそれこそさっき言った比較お城とお城の比較とかも、うん、まあそういうコンテンツの一つだと思うしあとは あるかないかわからないですけど、こう、お城の大きさランキングみたいなものを作ったりとか、結構いろいろできると思うんですよね。大きさとか高さとか、まあ重さとか、なんかわからないですけど、古さとか、そういうのは引用してもらったり、他からリンクをね、もらいやすいコンテンツかなと思います、ね。うんうん、なんだろう、全員に見てほしい記事みたいなのあるんですかこれを見てくれたら犬山城について、 わかりますみたいな犬山城の見どころ3つ、はい、参戦みたいな、はい、それはあの見てほしいですね、はい、で確かにそれもアクセス多いですし YouTube でそれ解説したやつは一番再生回数も多いので、うん、それだけでも見てもらえば犬山城に行った時に、はい、あの多分10倍楽しめます、うん、ああ <laughs> なるほどうん、うん、それはあれですねもっとわかりやすく 置いいいてあげる方がいいですねあ<ー>あやっぱりトップページとかに来るのでるじゃあ他の記事からこう来た時にやっぱりそこからとりあえずトップページに行って、うん、まあ他の記事を読むか、まあそのね、離脱するかっていうのを決める人が多いんですけどトップページにそういうものがあればその記事は クリックしてみようかなと思う人はいるので、そ,そ,うん、それはちゃんと動線として置いておかないと、うん、おそらく今の感じだと誰も知らないから、うん、直接その記事に検索エンジンから来ないと見ないので、うん、もったいないかなと思います。あとは、例えば、まあ、この犬山城を楽しむためのウェブサイトなので、ガイド的な記事みたいなのはあるといいなと思うんですけど、ありますかガイド的な記事 何、ね、かこう写真があって、まあ、道順とかがあってその道順通りに写真があって説明があって写真があって説明があってみたいなそれを見ていくと、まあ、一応写真とかではあるけど一通り犬山城の魅力とか特徴とかが分かりますと。でそこで結構特徴とか面白いなって思ったり魅力を感じてくれた人がいたら実際にあなんか写真とかだけじゃなくて実際に見てみようかなって思う人もいると思うので。 そういうものはある方がいいと思いますね。そうですね。それは作ってないですね。楽しむためのウェブサイトなんで、でね、ぜひ書いてください。わかりました。それもぜひトップページに。わかりまやっぱその2つはある方がいいですよね。うん、はい。いや、でも本当にいいと思うな。僕もめっちゃ好きなんで、こういうブログ。<laughs> もうめちゃくちゃ好きなんですよ。<laughs> まあ、ここまでやってる人いないですからね。うん、なんだろう。うん、やろうと思ってこれできないじゃないですか。<laughs> まあ、その、だから収益化って しにくいっていうのはデメリットなんですけどほんとメリットでもあるんですよね、うん、他の人絶対やらないんで <laughs> やらないですねでもともとそうやって好きじゃないと絶対にこんなのできないんで、うん、作ろうと思ってもいや自分でもほんとよくやってるなと思いますいやすごいですよね <laughs> <laughs> ほんとすごいなと思います犬 <laughs> 山城でプっチり犬山城では犬 <laughs> 山城っていえば高まるって言われるぐらいまで もうぶっちぎりたいやでもそれ行くべきですよね行くべきというか多分そこまで行かないとしんどいと思うんですよ <laughs> 純粋に <laughs> でも犬山城のことならってナンバーワン圧倒的なナンバーワンにならないとおそ、うん、らくそこだけで、ね、収益化してじゃあ,、うん、まあ例えばご飯食べていこうとかってできないと思うのでうん、うん、でもめっちゃくちゃいいと思いますよ本当にそれができたら他のお城でもそれできるっていうことなんで <laughs> 収益化難しいけど 夢があるなと思います <laughs> 夢夢あありまますすかいや夢あると思いますよ、僕は。<laughs> こういうお金の匂いがあんまりしないからこその、だからこそ、多分できることあると思うので、まあ、その市町村との連携もそうなんですけど。これ中井さんから見て、はい、パッと見て、こ月間、どれぐらい、PV はどれぐらいいけると思いますか最終的にですか。うんうん ああ、10から20万 PV。うん。20万 PV くらいかな。うん。まあやり方によってはもっといくような気がしますけど、とりあえずそのぐらいは、いいです。なんとなくいくんじゃないかなとは思いますズバリ二20万目指してます。あ、や、<laughs> <laughs> そのぐらいかなと思います。<laughs> 20万いったらすげえなっていう感じです、私も。 まあそれは多分、だから犬山城単体だと難しいんで、さっき言ってたみたいな、他のお城の,の SEO とか、そういうところからもアクセスを引っ張ってくるっていう前提なんですけど、それができればそのぐらいは、もうすごいなんとなくですよ、これも。感覚値でしかないですけど、そのぐらいはいけるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。とんでもないです。いや、なかなか、あの、他の人に見てもらって、うん 率直に意見もらうってあんまないんではいはい、はい、そうですね、うん、なかなかね知り,知り合いにこの話をしたところでそんなにガッチリ見てもらって意見もらうって難しいですもんね <laughs> ないですね <laughs> ね、わ、うん、<laughs> かります、うん、まあ他、他の人の評価を別に気にするわけじゃないですけど、はい、自分がやってることが進んでっていいのかどうかっていう確認はやっぱりちょっと、はい たたまにしたいんですよねまあ自分は良かれと思ってやってるけど、それが他の人から見たらいいかどうかって分からないじゃないですか。だからこそね、たまに他の人に見てもらって意見を聞くっていうのは大事なことかなと思いますね。うんうん、僕もすごいおすすめしてます、いろんな人に。とにかく他の人に見てもらった方がいいよ。ということで、今回のブログ相談は高丸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では終わりです。 最後までご視聴いただきありがとうございました今回の動画が参考になったと思っていただけたらコメント・高評価いただけると嬉しいですこの動画に関する質問はコメント欄で受け付けていますお気軽にコメントをしてくださいコメントは参考になったのような一言でもすごく嬉しいですこのチャンネルでは IT 業界の最新動向を発信していますよければチャンネル登録してくださいではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました